ミルナビスタジオ、よいしょ。さあ、この番組は毎回気になるテーマについて2人が独自の見解でおしゃべりするラジオ番組でございます。さあ、今回のテーマは、はい、清原翔吾ということで、あの、はい、球界の番長清原、はい、先週元巨人軍の息子さんが、はい、この前なんかドラフト会議、プロ野球ドラフト会議があって、はい、プロになるかどうかっていうので、はい、にぎわってて、残念ながら、はい、どこにも指名されず、はい、まあ、ちょっと今どうなるかわからない、プロには行けなかったと、はいはい、まあ、数年後どうなるかわからないけど、22歳ということで、はい、まあ、なんか見てたら、はい、1回中学ぐらいで野球やめてて、アメフトとかバレー部とか行ってんすよ。で、大学になってまた6年ぶりに復活して、で、結構活躍してプロになるかどうかっていうあれやって、はい、そのあれが、おとんが捕まったタイミングで、うん、ちょっとおとんと野球を嫌いになり離れ、けどおとんが社会復帰しだし、はいはいはい、頑張ってる姿を見て、で、何かおとんが喜ぶことはないか、あ、そうだ、野球を僕が頑張ってプロになればマジでお父さんも頑張るんじゃないかっていうので、はい、っていうストーリーもあって、はい、みんな応援してたけど、ちょっと残念ながらということでね、はいはい、なるほどね、はい、っていうのがあったんで、はい、うん、今言ったワード、すべて知らんけどね、でやねんな、すべて何をずっと言う、何を喋ってんのかなってずっと思ってたけど、何を喋ってるか分かるよ、今までの間そやずっと何を言ってるんや、清原ですよ、僕がちょっとあの、どこの言葉言ってるの、どこの言葉、日本語やねん、ずっと分からなかったの、はい、怖かったんやけど、ほんで、いや、ほんでね、まあまあまあ、まあ、もちろん野球をそんなに、はい、まあ、僕もそんな詳しくないし、好きじゃないっても分かってるけども、はい、まあ、親子っていうテーマで、はい、何か親、はい、お父さん、お母さん、はいはいはい、似ている、自分は似ているところはありますかみたいな話を自分で思う、うん、僕で言うと、お父さんと、はい、僕、目はお父さんに似てると、はい、二人まぶたで、ぼってりして。はい、似てる。で、あと甘党とか、はあ、性格はおかん、めちゃくちゃ、あー、なるほどね、この、はい、今あるものだけで幸せと感じなさいと、はい、何か贅沢はしてずにっていう、うん、教えで来ても、僕はもう丸々そうなったから、何かを欲という欲がそんな持てず、っていうこの仕上がったのは本当おかんの譲りの、うんうん、考えで、うんうん、たまにおかんが、はい、あれが欲しいねんとか、あれやってみたいねんっていうのを今更の中に聞く時があるんですよ。で、なんかショックというか、ショック、おうおう、ま、俺をこんなに育てたら、こんな風に育てたくせにお前だけなんかよくあるんかいみたいなそんなことなんねん、えと思って、あえってそんなことなんねん、よく捨てろって生きてきたんかんかみたいなって思うぐらい、なんかすごい、それはそれ特殊やな、はいはい、っていうのが、まあ、似てるというか、うん、あるんですけども、はいはいはい、まあ、なんかそういうのありますかっていうね、似てる見た目、どっちにですか、うん、どっちにとか言われます、まあ、俺は性格は、はい、おかんと全く一緒やねんけど、はい、まあ、まあ、よくも正直やし、うん、はい、そうやね、何にでも興味持つっていう、うんうん、まあ、おかんはほんま、ほんまほぼ一緒の性格で、うん、まあ、おかんはもう、でも毎日タバコも酒もやってんねんけど、それは、うん、ま、全くやらないんで、私は、うんうん、まあ、未だにおかんはもう酒もタバコもガンガン行くけど、まあ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 、性格はめちゃくちゃ似てて、はい、うん、まあ、さっきのね、その何々さんか知らんけど、お父さんのためにみたいな、はいはい、それでもなんかあるけどね、リサ、今まで、お父さんが、はい、あの、まあ、もう亡くなってしまったんやけど、はいはい、亡くなる直前に電話で喋って実家行った時に匂いにしてて、はいはい、で、おとんが、治療かとか言って、そやでっつって、卓球も取れんっつって、卓球も取るんじゃーって言って、プツプーなんで、なんで、なにそれだけ、わからん、なんで卓球、そんな話もしたことない、急に卓球も取るんじゃーって言って、プツプーって言って、おとんがーなんでなんで、その瞬間だ、ほんまに最後の瞬間やった、そう
でもほんまにそうかもしれない、ほんまにそれ最後の電話かもしれない、あ、そう危ないってなって入院してて、集中か、はいはい、まあ、電話で実家でバーって急いで行った時に、はい、みんな電話で順番で喋った時に、はい、タッケホトラーってそれ最後なんかな、一体切れた本当で言うことあったんちゃうかな、まあ、だから実家はね、タッケホトラお父さんの思いをね、それはね、やっぱり報いてあげるのが親孝行かもしれないですね。ありましたね。なるほど。皆様はどうでしょうか。どうでしょうか。ありがとうございます。